ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、あ、吉原炎上面白かった。名取裕子最高の演技ね。なんつう渋い映画見とるんじゃ。あの映画って30年くらい前だよな。名作に時代は関係ないのよ。言ってることは正しいけど、霊夢が言うと納得がいかない気もするぜ。それにしても、吉原の遊女って綺麗な着物着て豪華絢爛な世界ね。そう見えるか？でも実際はそうでもなかったんだぜ。え、どういうこと？私たちが普段映画や漫画で目にする吉原はかなり高級な花魁をテーマにしているんだ。だけど吉原がいたのは花魁だけではない。もっと下級の女性たちは結構悲惨な生活を送っていたんだぜ。なんか怖いような聞きたいような。というわけで今日は、吉原の女性の生活について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。さっきも言った通り、大体映画とかに出てくる女性たち、あの人たちはいわゆる花魁という高級ランクなことが多い。しかしあれは吉原の中でもごく一部の女性で、多くは中級から下級の女性だった。高級があるんだから下級もあるわけだ。なるほど。下級って言うとどんな女性たちなのかしら。彼女たちの多くは羅生門菓子や西菓子の大通りから離れた場所の店で働いていたんだ。なんか羅生門菓子って聞き覚えがあるな。某国民的大ヒットアニメに出てきてたのは。そう、例のあのアニメにも出てきた羅生門菓子。あれは吉原の闇の部分を表していてとても良かった。彼らのことも交えながら説明していくとわかりやすいかもしれないな。羅生門菓子の女性の大半は年を取って普通の店で体が売れなくなった女性、もしくは病気で店にいられなくなった女性が最後に流れ着く場所だったんだ。女性たちの最終地点ってこと？そういうことだな。表通りには映画に出てくるような高級店が並んでいる。だが羅生門菓子にはそもそもお店で営業するスタイルと違い切り店営業だったんだ。切り店？お店のようなスタイルではなく、長屋形式だ。長屋を仕切って、わずかなスペースを作る。扉を開けたらすぐに上がって畳2畳分しかない部屋に布団が敷いてあるだけ。最下層の女性たちはそこで客の相手をしていたんだぜ。刑務所の独居の方が広いレベル。トイレがある分独居房の方が上だな。最下層なのは部屋のレベルだけではない。女性たちのレベルも最下層だったんだ。残された文献によると、彼女たちの柄はとても悪く、口も悪かったことがわかる。まあ客の方も最下層に来ているくらいの客だからどっちもどっちかもしれないがな。どんな女性だったんだろう。当時の羅生門菓子の女性を描いた浮世絵も残っているぞ。切り店を通りがかる男の腕を捕まえて二度と離さねえといった様子だ。この羅生門菓子と言われたのも由来がある。昔平安京の正門、羅生門に、人間の腕を掴んだら離さない鬼がいたと言われていた。このエピソードが元になっているんだ。ここいらの菓子の女性は客と見た男を掴んだら絶対に買うまで離さなかったそうだ。それは鬼と重ねられても仕方ないわね。女性たちは通りを歩く男性の腕だけでなく着物や荷物を掴んで店に無理やり、引きずり込んで客にしていたようだな。それももはやどちらが攻めなのかわからないわ。しかしそこまでしないとお客さんはいなかったの？それがそうでもないんだぜ。吉原にはおよそ3から5千人の女性がいたと言われている。しかしそのうち高級ランクの女性は一握り。さらに中級といっても一般庶民が気軽に買える値段ではなかったんだ。だから男たちは大通り沿いの店を見物し、実際に遊ぶのは下級だったんだぜ。つまり書いてはいたわけか。こうした最下層の女性たちは鉄砲女郎とも呼ばれていた。なんか強そうね。いや実際力ずくで引っ張り込んでるし強いか。そっちの強さの意味で鉄砲と呼ばれたわけではない。最初に説明した通り、病気で普通の店にいられなくなった女性たちも働いていた。この病気ってのがただの病気ならいいんだが中には性病を持っている女性もいた。つまりそうした女性に当たってしまったらこちらにも病気が移ってしまう。医療が発展していない江戸時代では性病はかなり恐れられていた。当たったら死ぬ、ということで鉄砲女郎なんて呼ばれていたんだな。笑えん冗談だな。例のアニメでも鬼兄妹の母親は梅毒だったよな。あれは吉原の中でもポピュラーな病気で、女性がよくかかっていたんだ。発症したら普通の店から追い出されても生きていくために働かなければならない女性が、仕方なく羅生門菓子で働いていたんだな。高級ランクと違って下級は1日で複数の客の相手をする。その分病気のリスクは高くなるし、それは買う側の男にも同じことが言えたんだ。ちょっと遊んだだけで死のリスク。羅生門菓子恐ろしいわね。ちなみに最下層の女性たちの値段は1回1000円から2000円だ。
1000円、ランチ代くらいじゃん。時代によって違ったり、物価が違うからなんとも言えないけど安いよな。ちなみに蕎麦一杯およそ300円。こうして比べてみるといかに安く売られていたかがわかるよな。高級な遊びをしようと思ったら1回に数十万は飛んでいく。庶民にとっては雲の上の存在だったんだぜ。オイラン道中で高級オイランを見た後に下級と遊ぶのか。お、いいこと言ったな霊夢。実際にそうした川柳が残っている。ま、生活レベルに合った遊びが一番さ。ちなみに彼女たちは自炊をしないので食べ物なんかは出前を取ったりしていた。惣菜売りから買うこともあったみたいだな。食べるものは食べていたのね。吉原全体の生活リズムは高級も下級も似たようなものだった。なぜかというと、吉原には出入り口が一つしかないのは知っているか？知ってる、大門ってやつよね。そう、遊びに来る客はすべて大門を通ってきていた。しかし大門は常に開いているわけじゃなく、時間によっては閉じていたんだ。つまり大門が開いている時間で吉原の店は営業していたんだな。これはまた次のパートで紹介するぜ。最後に、例のアニメでも出てきてたけど子供というのは厄介な存在だった。鬼兄弟のことね。特に彼らがいたら小門貸しの女性はその日生きていくためのお金が必要だ。安い金額で売られていたから貯金なんてないにも等しい。妊娠してしまうと、客が取れないからなんとかしてなかったことにしようとしたんだ。吉原には堕胎をする医者がいたようだ。しかし下級に医者に払うお金はない。そこで水の中に下半身を入れて体を冷やしたり、薬を飲んで無理やり、なんてこともあったようだ。ひぃ、しかし鬼のお兄ちゃんはそれでも生まれたからかなり生命力が強かったんだろうな。しかしこうして無理やりなことをすると命を落とす人もいた。死んだら上官寺に投げ込まれると言われてる女性たち。しかし最下層の女性たちにもなると、話は違う。羅生門貸しの隣に流れるお歯黒ドブに投げ込まれたりしていたんだぜ。寺にも埋葬してもらえないのね。なんか本当にかわいそうだわ。あの兄弟も、こうした環境で育ったから鬼になってしまったのかもしれないな。下級がいかに悲惨か分かったところでワンランク上の女性を見てみよう。まだまだ上級には到達するには早いわね。ってことは中くらいのランク？そうだな。中級と位置づけてもいいだろう。彼女たちがフォーカスされるのは珍しい。なぜなら下級ほどひどい環境でもなく高級ランクほどすごくもない。なんか中途半端ね。ここで働く女性たちはカムロにするには年齢が行き過ぎた少女や女性たちだ。カムロ？高級ランクの店なんかだと少女教育していた。しかしそれはかなり幼い少女の話。その年齢を過ぎていて、すぐにでも働けそうな人が行くのが中店だった。もっとこじんまりした小店という店もある。これは働いている女性の数や、ランクによっても呼び方が変わる。高級ランクなのが大店だ。なるほど、大店ほどではないけど下級でもない感じか。わかりやすいわ。つまり教養はそこまでないし、かといって年齢が行き過ぎてるわけじゃない。病気でもないそこそこの女性たちの集まりだ。聞けば聞くほど普通だ。江戸時代には様々な格付けがあった。もちろん吉原の女性の格付けがあったんだが中級は以下の名前で呼ばれていた。五寸壺ね、三寸壺ね、といった名前だ。これらは中の下のあたりの女性だな。というか、羅生門貸しの女性を除けばこのランクが一番下だぜ。初めて聞く名前だわ。五寸壺や三寸壺は自分の部屋を持たず、店の仕切られた部屋で客を取る。自分の部屋を持っているか持っていないかはかなり大きな身分の壁になっていたんだ。五寸とか三寸というのは長さの単位だぜ。これは部屋の大きさではなく、代金を長さに置き換えて言い表しているんだ。なんだか不思議な言い方ね。彼女たちはだいたい銀5文目から3文目の料金。今で言うと5文目はだいたい6250円だ。時代によって変わるけど、銀1文目が約1250円。こうした最下層の女性たちよりは高いけど高級でもない女性たちは自分の部屋がない。さっきも言った通り一つの部屋を仕切ってお客の相手をしていたんだ。一つの部屋をだいたい屏風で仕切って布団が3、4枚引いてある感じだな。ってことは、よくよく考えたら隣丸見えじゃん。気にならないのかな？そんなこと気にしてたら遊べないぜ。実際には人のイチャコラを除く不届きな輩もいたみたいだけどな。三寸壺や五寸壺は自分の部屋を持っていないから、みんなで雑魚寝生活だ。ただこれは歴史の流れで狭い部屋を持っている女性のことも五寸壺や三寸壺と呼んだ。江戸と情報で同じ呼び方でも違った立ち位置だったりするから間違ってたらごめん。頼りないな。五寸壺が中級だった時代もあれば、
下級という扱いの時もある。今回は中の下ランクということで解説してるぞ。そして店の営業時間になると格子越しにお客に選ばれ、買い手がつくと部屋に行く。この格子はガキというぞ。仕切られた部屋で客を取り、その客が帰るとまた並ぶ。彼女たちは時間で客を取っていたから一晩で何人も客を取ることがあったんだ。ちなみにこの格子の室内に並ぶタイプは針店と呼ばれていた。映画とかで見たことあるだろう？見た見た。女性たちがずらっと並んでて圧巻だったわ。実はあの格子を見れば店のランクがわかるんだ。大店などの高級店だとガキが全体にある。大ガキとか、総ガキと呼ばれる格子だ。そうなると客はやすやすと中を覗くことはできないよな。大店は簡単に姿を見ることができない作りになっていたんだ。姿すら安売りしないって、徹底してるわね。これが中店になってくるとガキの形が変わる。ガキが4分の1空いている状態の半ガキになる。小店に至っては上半分が内装半ガキになるんだぜ。もろ見え、パッと見でわかりやすいわね。小店は若くはないものの年までもない。今で言うと塾キャバ的な立ち位置だったのかもしれないな。それじゃあもう少しランクの高い女性を見ていこう。大体中の上くらいかな。店のランクは中店。この辺りまで来ると自分の部屋を持つ女性たちも出てくるぞ。どんどんランクが上がってくるわね。梅茶女郎と呼ばれた女性たちがいる。この呼び方はもう一つ上の三茶女郎よりランクが下でお茶を薄める意味から来ている。三茶と米茶、ここが中の上の女性だ。お茶と薄めたお茶、わかりやすいようなわかりにくいような呼び方ね。こちらも時代によって意味が変わっているが基本的には自分の部屋を持っていた。中には自分の部屋ともう一つ、座敷を持っていた女性もいたみたいだな。自分の部屋で寝起きして、客をもてなす宴会は座敷で行う。ここまで来たらかなりレベルの高い女性だと考えてもいいぞ。その上のランクの三茶女郎とあまり変わらない女性もいたようだ。この三茶女郎の由来になったのはもちろんお茶のことだぜ。お茶が由来って、何の関係もなさそうだけど。三茶とは茶葉を粉にしたもの、抹茶やひき茶のようなものだな。お茶って入れるときに茶葉を袋に入れて、それをお湯の中で振って入れるだろう？だけど三茶はお湯を入れるだけで飲むことができる。つまり振らないでもできる。振らないイコール客を断らない、という意味なんだぜ。なるほど、言われてみればしっくりくる例えだわ。三茶女郎の女は高級ランクの太夫や講師といった女性たち。彼女たちは気に入らない客を断ることができた。だからお金を積んでも相手にされないこともあったんだぜ。しかし三茶女郎はお金さえ払えば遊ぶことができたからこう呼ばれたんだな。確かに中の女ね。ちなみに三茶女郎の値段は昼で金1分、1両の4分の1の値段だ。現在の価値で言うとおよそ2万円くらいだな。夜になるともう少し値段が上がっていたぞ。昼と夜？昼も営業していたの？先ほど羅生門菓子の女性を紹介した時に彼女たちの生活は大体同じだと言ったよな。同じなのは生活サイクルのことだ。昼夜営業なのはどこも同じで、大門が開いている時間はどこも営業していた。大門が開くのは午前6時。この時間は前の夜に泊まりで遊んでいたお客たちが帰る時間だ。客が帰った後は女性たちは風呂に入る。と言っても各々の店にお風呂があるわけではなく、みんな銭湯に通っていた。当時の江戸の火事の多さは社会問題になっていて、家庭に風呂は基本的にはなかった。ここでも同じでみんな銭湯を利用していたんだな。銭湯に行って軽く朝食を食べたら寝る。貴重な睡眠タイムだ。昨日来てくれた客に手紙を出す女性もいてこうした豆な人がモテたんだろうな。現代だったら昨日はありがとうメールがキャバ嬢から来る感じね。泊まり客の相手をしていた女性はここでしっかり寝ておかないと体が持たない。正午になると昼店の営業が始まるからな。昼店は正午からだいたい4時くらいまで。主な客は夜に出歩くことが少ない武士たちだ。当時参勤交代で江戸には多くの武士がいた。しかし彼らは単身赴任状態だからちょっと遊びたいな、というわけだ。しかしながら武士たちはあまりお金を持っていない。さらに観光気分で来るものも多かったから昼店はあまり稼ぎ時ではないんだな。そこで夜よりも少し安い金額で遊ぶことができたんだぜ。今でも昼ケバって夜よりも値段が安いもんね。今も昔も変わらないな。なんかやたらそっち系に詳しくないか？もしかして霊夢、働いてる？なわけないか饅頭だし。誰が饅頭よ。話を戻すぞ。昼店は夜店に比べて客も少なく、女性もただ座って待ってるのも暇すぎる。そこで並びながら三味線の練習したり、カルタや読書をする女性もいたようだ。彼女たちは占い好きが多く、占い師を呼んでてそう占いとかしてたみたいだぜ。まあでも見物客とかいる前でやるから完全にリラックスできないけどな。講師の中の遊ぶ女性を見る、今の日本では考えられない光景ね。午後4時に昼店が終わると、
午後6時まで自由時間だ。ここは本当に好きなことをしてもいいぞ。客に手紙を書いたり、寝たり、ご飯食べたり、高級ランクだと勉強やこと、三味線の練習をしていたみたいだな。しかし中級以下の女性は手習いもないし、リラックスタイムだったかもしれないぜ。こうした時間に化粧直しをしたりして夜店が始まると店に並ぶ。ここからが仕事の本番だ。営業開始とともに店に明かりが灯り、女性たちが鳴らす三味線の音が聞こえてくる。盛り上がってくる時間になると、メインイベント花魁道中の始まりだ。待ってました。花魁道中は吉原に来る客なら無料で見ることができる。メインストリートを歩くんだが、これ目当てで来るだけの観光客もいたほどだ。しかしせっかく来たからには安くてもいいから遊んでいこうとなるのが男の差が。こうして花魁道中を見た男たちが周りの店で遊ぶことで経済効果が生まれる。吉原全体が潤うことから花魁道中は吉原になくてはならないものだったんだぜ。経済効果巻き起こすほどの花魁数を、昼店と打って変わって夜店は戦場だ。昼間に働いている町人たちがメインの客で一番金を使うのは豪商たちだった。他にも大名レベルの武士や、一般人も夜店に遊びに来るからな。張り店で選ばれた女性たちは2階に上がって客の相手をする。座敷を持っている三茶女郎なら座敷で宴会。自分の部屋を持つ梅茶女郎なら自室で客の相手をしていたんだ。大体中の上クラスの女性になると、時間で客の相手をするわけではない。彼女たちを買うことだけでお金が発生していた。もちろん人気がある女性なんかは一番に何人もの客が来ることがある。なのでちょくちょく座敷の宴会を抜けては別の宴会に顔を出す感じだな。忙しいわね。まだどの人の相手をしていないかわからなくなっちゃいそう。午後10時になると大門が閉じる。実際には横のくぐり戸が使えたみたいだけどな。建前上営業時間も10時までだけど、12時頃までは女性たちも張り店に並んでいた。宴会も12時頃まで行われていたらしい。そしてようやく深夜になって女性と寝ることができるわけだ。と言っても中級だから宴会はすっ飛ばしてそのまま床入りすることもできる。だけど一応見え張って宴会する客もいるわけだ。店に来てすぐに床入りしようとする客は野暮天って嫌われていたしな。中の上にもなると、やることやってバイバイってわけでもないのね。深夜2時になってようやくみんな就寝時間だ。部屋持ちの女性の客は部屋で、部屋がない女性の客は仕切り部屋で、彼女が来るのを今か今かと待っていたんだ。女性も客が複数いる場合は部屋を行ったり来たりするから、かなりハードな夜になる。そしてまた朝が来て大門が6時に開くってわけさ。かなり一日がハードなのね。下級やら小門貸しの女性なら宴会なんてないから営業時間はずっと客を取る。高級は客と宴会で時間を稼ぐことができるから体の負担は全然違っただろう。生活リズムは同じでも、こんなにも違ったんだぜ。こうした中級の女性たちは時代の流れで立ち位置が変わってくる。江戸初期には太夫や孔子と呼ばれる高級ランクの女性たちがいた。しかし時代が変わり太夫たちは消滅。三茶女郎が繰り上げで高級のランクに上がったんだ。中三と呼ばれるようになっていった。いわゆる花魁と呼ばれる高級ランクだな。時代によって全然違うのね。だから中級と一口に言っても、時代や土地によってかなり変わるんだぜ。花魁道中をする呼び出しや中三はもちろん高級だ。しかし中三だからといってそこまでのレベルではない女性たちもいた。彼女たちは相変わらず中の上くらいだろう。そもそも自分の部屋で客を取るというのは選ばれし者だけができること。そしてほんの一握りの女性と遊ぶためには引き手茶屋という業者を挟む。引き手茶屋で芸者と宴会しながら指名した女性を待つんだぜ。その女性が引き手茶屋に向かいまでに行われるのが花魁道中ってわけだ。あれ移動時間だったのか。2位のパレード的なものだと思ってたわ。そこまでのレベルではない中3も代金は高い。中3というのは、昼間の代金が金3分という値段から来ているぞ。現在の価値だと9万近いな。中の上でもそれくらいってすごいわね。さて三茶女郎が高級ランクになったけど以前の三茶女郎の小話をしよう。まだ太夫や孔子と呼ばれる高級ランクがいる時代の話だ。我々が知ってる吉原は実は2番目の吉原だったのは知っているか？何それ知らない。江戸時代初期に吉原ができた頃は太夫が最高位で非日常を提供する元祖吉原。しかしここが火事で燃えて場所を変えて営業再開したのが新吉原。こちらが我々の知る吉原だな。唯一幕府公認の遊郭があるのが吉原なんだが、江戸には非公認の店もあった。そこで働く女性たちが逮捕されて新吉原に売られてくる。彼女たちが新吉原に入ってきたことにより吉原が大きく変わったとも言えるんだ。一体何が変わったのかしら？高級な太夫がいて、厳しいしきたりのある吉原に対して、街の店は緩かった。
そこで働く女性たちも吉原の女性に比べて緩いわけだな。彼女たちが吉原に入れられた時、三茶女郎として働き始めたんだ。彼女たちはゆるーく働いていたし、それは吉原に来ても変わらなかった。客も隠し気張った女性ではなく気軽に遊べて客を断らない三茶女郎がいいと人気が出た。こうして伝統的な太夫や格子の人気が衰え、徐々に姿を消していくことになる。そして三茶女郎が繰り上げ昇格し、高級ランクとして新吉原に君臨したんだ。また初期の頃はメイン客が武士だったのに対し商人に変わっていった。そのことも吉原が変わっていった理由の一つだろう。なんか一口に吉原って言っても歴史があるのね。しかし高級ランクは絶滅せず、姿や呼び名が変わっても存在はし続けた。これが花魁ってやつだな。そういえば花魁について何にも解説してないけど大丈夫？花魁だけで動画作れるくらいだから今回は下級や中級にフォーカスしてみた。なるほど、確かに色々な立ち位置があったわ。というわけで、今日は普段取り上げられない立場の女性たちについて解説してみたぞ。映画やドラマではあまり書かれない女性の話ばかりだったわね。ドラマになるような女性は本当にごく一部でほとんどが下級や中級だったんだ。現代の水商売にも似たようなシステムがある。今も昔も変わらないと思った人もいるんじゃないかな。やっぱり夜の街は人々の心を引きつけるのね。次はどんな映画を見ようかな。少しは働けよ。それじゃあ今日はこの辺で。バイバイ。